こんにちは、ゆずきゆかりです。ドラクリさんの続きをやっていこうと思います。オートモードを開始する。ネタバレ注意でお願いします。それでは行きましょう。何のため息？顔を見ればわかるわ。今日も手応えがなかったんでしょ？手応えとか言わない。鈴鹿ちゃんはお人よしで星も弱いから。何のためだし？真面目な話よ。ママははるちゃんやみんなのことも好きだけど、それとこれは別の話なの。ママが一番見守りたいのは大切な一人娘の幸せな姿なのよ。母性が暴走しだした？いいのよ、ママみんなわかってる。ここぞで頑張りきれない残念な鈴鹿ちゃんだから可愛いんだもの。さりげに今日ずっとひどいよね、ママ。勇気を振り絞るにしたってきっかけがないと。そこでカレンダーを見て、鈴鹿ちゃん、そろそろでしょ？あ、今年もママは商店街のお祭りの実行委員だから、鈴鹿ちゃんにも手伝ってほしいんだけど。あとはわかるわね。きっかけか。タケル君のペースに合わせちゃダメ。今は女の子が引っ張らないといけない時代よ。そのテンションどこから持ってきたの？ママは心配なの。おお。ドラクリグータライフ3。タケル、ちょっと相談したいことがある。だけど、あれ、いない。何してんの？で、真っ昼間からいい大人が道場でゴロゴロしてたわけね。タケルさんは涼しいところを探す天才なんです。それが取り柄として成立するのはギリギリで猫だけだから。人が年中ヒスを起こしてるみたいに。そう見える？出ます。天丼ってやつですね。コントやってる覚えはない？なあね、うるさいな。あとちょっとで寝られそうだったのに。お昼寝の邪魔してごめん。だからタケル、あんたに相談が。相談？タケルは私のなんだから、そういうのは私通してくれないと。違います、タケルさんは私の夫です。起きろサンゴ、なんかあるんだって。いや、あのタケルだけでいいんだけど。鈴鹿、こんにちは。はい、こんにちは。そう、毎年商店街でやってんでしょ。興味なくても目に入るでしょうが。疎外感があるから。ねえ、夏祭りって何？お祭りはあれですよ、お祝い事？種族の記憶が教えてくれます。豊穣の秋を喜んだりする。今は夏だけど。王様の誕生日とか子供の誕生を祝ったりもするはずですよ。即位とか。
商店街の祭りは仕切りも商店街なの。商店街の若いもんとかが頑張っておみこしとか屋台とか準備してるわけ。無関心。こっちの事情も察してよ。ママはお店があるんだからなかなか手が開かないでしょ。それを手伝えって言ってるんでしょうが、こちくしょう。タケルさんがそうやって刺激するからですよ。しまった、またいつものノリになっちゃってる。私どうしてこういう言い方しかできないんだろう。祭りよ祭り、タケルだってそういうの好きでしょ。ちょっとくらいならおだちんも出るし。こいつ今さら気づいたんですか。スズカ、タケルさんは筋金入りですよ。なんでちょっと誇らしげなのよ。なんかやる感じ出してるけど昼寝でしょ。あんたそれマジで言って。本当に手伝ってくれないの。私が頼んでも。スズカ、さすがにドラゴン化してからどつくのはシャレになってませんよ。衝動だった。スズカは漫画が忙しいのかもしれない。お祭り手伝ってあげたらいい。サンゴちゃん好き。何のお祝いかは知りませんけど、私もちょっとお祭りには興味があります。この夏を祝うの。それって要するに私たちを歓迎する祭りってこと。そう。そうだっつってんだろ。あ、そういうことなら私も力を貸してやるか。逆になんでタケルは新しいものに取り組む意欲がそこまで枯れ果ててんの。地獄のような怠惰発言が出たな。いいじゃん、お祭り面白そう。私たちのことをほったらかしにして昼寝してるつもりですか。お孤独にいつまでも。予想と全然違う展開になったけど、結果としてみんながいる場で話してよかったのかな。あれみたいですね。そう、あの集団8匹てるから分かりやすいでしょ。見たことある。お
ニメで？うん、おみこしとかも。うちの商店街でもおみこし出すよ。おい、竜頭級の提灯を出すのはいいが、デザインは選べないのか？この祭りは、いわばドラゴン元年とも呼ぶべきこの夏を盛大に祝う催しであるはずだ。やっぱそういうやつなんだ。グレンテル様、あちら見てください。袖を引くな、クズめ。私はこの地上を照らす灯火たる提灯の用意って。皆様どうしたんですか、お揃いで。ゴミが慣れ慣れしく話しかけるな。いつもいつも暑苦しい格好してんね、あんたら。ほんとそうなんです、サウナですよ。そんなに苦労してまで皆さんは何のやつでお祭りに参加するんですか？この町を我ら竜頭教の手中に収める寸前のところまでは来ておりますので、ここらで住人どもの顎でも撫でてやろうかと。はあ、手中に。ここだけの話、市議会議員とかにも我らのファンは多いんですよ。お好み焼き売る？売りましょう。我が王がおっしゃるのなら。いっぱい食べる。お好み焼き、私もいっぱい食べます。責任って、まだ何か水差すようなことでも言うつもり？最初は別に当日に誘うくらいにしようかなって思ってたし、でもあんたが。あんたにそんな塩らしさがあったら今頃工事現場とかで働いてるでしょうよ。てかあんた本当に。なんでもない。てか約束したんだから当日までちゃんと手伝ってよね。おい鈴鹿ちゃん。呼ばれてる。まずは顔合わせのはずだからお行儀よくしてんのよ。じドラプリグータライフ3、ご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。